メンテナンスが水曜に今のうちからバスケとか見据えるか。今日卒業式。やっぱね、人は3年になったら3年夏で引退するから、もう夏なんで、ひと夏が終えようとしている。はい、こんばんは。まあとはいえね、やっぱちょっと今コーディーしか出さねえと思われてるのもちょっと尺なんで、ちょっと七色のありますせっていうのをちょっと、タイトルちゃんと見て、トパンガに向けてだ、トパンガに向けて巻いていくから。仮に弱くなってしまったとしてどこだと思いますか。いやだからそれを言うと、今見てるからカプコン、騙されないと。俺は緊急メンテが入るから、今俺が言ったところが、テクのためだ、ゾンクのため倍10秒ためんの試合終わっちゃうよ。 EX ゾンクのダメージは、てか EX ゾンクは別にダメージは高くないですよ。ちなみにむしろ上げてほしいんですけど、ガチで130っすよ。別に高くなくて。レベルにも一緒ね。まあ、追撃入るのが問題なんで。問題じゃないんですけど。問題ではないけど。まあ、追撃入るから、減ってる風に見えてるだけで。ダメージは高く。いやー、跳ね返ってくるだけ良心的だよ。スマブラなら、もうバーストしてますよ、これ。巻いていくから。ちょ、ゾンク貯めた。一回ゾンクを貯めるのをやめます。ゾンク貯めるの禁止。しかもね、久々にアキラを使って、アキラは対アビに対してエリアルのパーツ変えなきゃダメという、ちょっとめんどくさい削りね。次の犠牲者は誰だ。中足変わったのでけえな。思い出せね、あの時を。このね、あるある、コーディーになかった無敵技を打ちたくなる。まあ普通になんかそのジュリーをやろうとすると負けるね。レント、モモチを出すか。果たしてそれでいい。もうジュリーを使おうとせんわ。余計なことしないわ。ジュリーあるで。ジュリーというか、ももち。ももちある。俺がモモチであることを思い出したわ。俺はモモチなんだ。ジュリじゃない、俺は。
浮き足立ってんじゃないのか、6に行くことで。ちょっと元気かなと思って。コーディを見習え、中キック。これどうやって当てんの、これ。出し惜しみはしない、出血大サービス。すごいことするね。すごいとこです。足が速い。コーディもこの足の速さ欲しいな。だから次のメンテナンスワンチャンあるのか。歩き。コーディシフトブレイク長いでしょ。ちなみにコーディクソ短いっす。ちなみにね。だから何って話なんです。コーディはシフトブレイクがめちゃくちゃ短いっす。え、メンテ今日、あ、今日だっけ。あ、今日か。ですって何が足りなくて今見ないんですか。まあ、まずその多かった時から比べるとまあ単純に弱くなってますけど、まあかなりお手軽じゃなくなりました。難しくなって、まあ、体力減って、まあ、前のバージョンはその前のバージョンというか強かった時は剣を振ってればかなり試合になったんですけど、剣やってるだけで詰むようなキャラが結構いたから、そういうお手軽じゃなくなったね。まず、まあ、単純に弱くなったもあるけど、まあ体力スタンチ900だからね。また剣はマジであれだけで積むキャラが結構いるから、まあ剣はいいかな。まあというか別に剣もちゃんと使えばまだ強いから、まあ体力は925でもいいっすね。この性能なら900と1000ってあんま変わらないと思うけど違ったりします。え、体力っすか。え、自分の使ってるキャラ体力100減ったらやばくない。暴動起こさない。カプコンにとつるでしょ。まあめっちゃ違いますね。900と、まあ25、ちなみに25でも結構違います、言うて。まあただその1000と1025と900と925だとやっぱりその900っていうのがね、まあ1000と1025は多少誤差レベルですけど、900925はねちょっと1枚壁がある。死ぬ、読み合いが1回少なく死ぬ、まあ、読み合いが1回少なく死ぬのはもうスト5においては死活問題なんで、俺のキャラがもうバラバラや。いや、これだいぶトパンガに向けて巻き絵できてない。セスもあるのかって思ってない。もう一人の900いくか。死なやす、死ななければどうということはない。死ななければ、熱いよ。ごめん、やっぱ動きあるキャラ最近マジでコーディしか使ってなかったから、動けるキャラはいいね。コーディはね遅いわ、動きが遅いからな。攻めが弱いんだよな。守りも弱くて攻めも弱い。どうすりゃいいんだ。
俺は一体。死ぬよな。昇竜 CA が追加されてるんです。で、駒投げがね、通常時でも打てるんですよ、ネカリ。コーディはトリガー2を選んでる時しか駒投げができない。ネカリは打てる。フゲーラフードだけだと思うなよ。生まれて初めてやるんだよ。ギル戦とかやったことあるの？もう！すごい対空なんだけど、それで対空してたら悪魔的すぎた。どうやって解除すんのこれ。だ、そう、キャラ替えできるのずるくない？だ、本当にだからここで出してないキャラ出てくるで、やっぱあのほぐす男。そんなね、バカ正直に出さないじゃないですか。そう、崖がないけ、落ちる心配がない。残りますか今の。そう、崖がなければ。今のスマブラだったら落ちてます、シフトしたら。あ、ありがとうガチ君。今日はやってるよ、私ストファイブ。今なんかずっと話してる感じだけど、ほら店ストファイブやってるから。何出そうかな、ガチ君には。イレブンでいいか、これでいくわ。これで出たキャラで、うん、フゲラだけと思うなよ。フゲラより出す意味は。なんなら時どもいる。バイソン3体。よし、じゃあ本日はそんな感じですか。今日だいぶ餌巻いたな、トパちゃんに向けて。いろんなキャラを。これで対策が散るのか？散らせたかな。あれ、今日は火曜日か。明日よね。ジョン・カワノは。まあ今日ちょっとまあ何かしらまた、まあスト5かな。配信なのか練習して、水曜は、ガヤ配信。あ、そうか。アップデじゃねえや。サーバーメンテナンスが、この後あるっぽいよな。10時間後ぐらいに。10時間後で、6時間後か。10時から14時まで今日、メンテがこの後入るんですよ、サーバーメンテが。え、14時、とか昼起きたら、もぎ取られてない。不具合修正。不具合、いやでも不十分な不具合あったからね、前回。ちょっと震えて寝るわ。ちょっと起きたら、緊急配信あるかもしれない。早ければ明日昼、緊急配信。緊急配信がないことを願って。